札幌市交通局3300系電車は札幌市交通局が1998年に導入した札幌市電の路面電車車両である3303号の運転台1998年に登場した330系の伝送品を用いて車体を申請した車体更新車シングルアームパンタグラフ車内案内装置 LED 式の停車灯などを新たに採用した。比例防車であるが、8500型と同様のラインフローファンを設けている。当初より CI カラーである。初年度の3301号は、側窓が内開き式であったが、3302号から横引きに変更されている。3305号の保安ブレーキは、国土交通省の通達に伴い、二重化された。 330型に続いて M100 型も同様の更新を行う予定であったが、現在のところ実施されていない。全車アルナ後期にて車体更新を実施した。なお3301号は製造当初は内開き式の側窓であったが、3302号登場後に同様の横引き窓に改造された。2020年4月現在、3301号が リボンシトロンリボンナポリンの全面広告車両となっている。また、3303号は2006年度から当季のみ、車体全面をライトアップしたイルミネーション電車として運転されている。3302号と3303号が以下の日程で、初音ミクの札幌雪祭り向けバージョン、雪ミクのイラストを用いたラッピング車両となっている。同の車内放送は、 初音ミクの担当声優である藤田咲のものを使用している。また、3302号車内には、藤田と鏡音林連の担当声優である下田浅美のサインが残されている。2006年4月1日に北海道新聞が掲載したエイプリルフールの冗談記事では、3300系5両を海 LRT に改造し、 モイは山ロープウェイと直通運転を行う予定とされていた。ABCDE 鉄道ジャーナル第32巻第7号鉄道ジャーナル社1998年7月100ページ札幌市内の路面電車がセツミック仕様に車内アナウンスは藤田先 RBB トゥデイ2011年2月11日閲覧雪ミく電車を運行します。 札幌市、2012年1月13日閲覧。今年も雪三区電車を運行しました。終了しました。札幌市、2016年4月6日閲覧。http コロンスラッシュスラッシュ snowmiku.com スラッシュ2015スラッシュ sp トレーン。html スペシャル、札幌市電。クリプトンフューチャーメディア。2016年4月6日閲覧。 雪見区電車2016の運行は終了しました。札幌市、2016年4月6日閲覧。雪見区電車2017、札幌市交通局、2017年12月14日閲覧。雪見区電車2018、札幌市交通局、2017年12月14日閲覧。雪見区電車2019、札幌市交通局、 2018年12月3日閲覧。雪見区電車2020。札幌市交通局。2019年11月28日閲覧。スノーミク2020。雪見区電車内覧会レポート。ネンドロイド、フィグマの紹介も。初音ミク公式ブログ。クリプトンフューチャーメディア。2019年11月28日閲覧。雪見区電車2021。 札幌市中央区。2021年3月1日閲覧。大嘘札幌世界初、市電ロープウェイ、札幌市交通局もいは山頂乗り入れ来春にも、地ン性で軽量化北海道新聞2006年4月1日長官札幌県30名。ありがとうございます。